森林内でアリを探索すると様々なアリが見つかって楽しいですね。地表や木々の周辺などを探りながら歩いていると、しばしばこのようなアリが目に留まります。彼らは草アリの仲間。光沢の強い黒色のアリで、体長は3ミリから5ミリ前後。ケアリ族の多種に一時的社会規制を行う生態を持ち、日本産アリ類図鑑によれば、日本には5種の草アリが存在します。さらには複数の隠蔽種も存在することから、いくつもの種で構成されるグループであることがわかります。いくつもの種が存在する草アリの仲間、いろいろな種を見てみたいと思う反面、この草アリにはこんな問題が存在します。似すぎていて見分けがつかない。草アリの仲間はそれぞれがとてもよく似ており、肉眼で見る姿はほぼ同じ。種の同定には細かな部位の形状を確認する必要があります。これまで草アリを見つけても、どうせ判別の難しい草アリだからと見過ごしてしまうことが多かったのですが、しっかり見分けられるようになりたいと意を決して草アリに向き合うことにしました。見分けるのが難しい草アリの仲間ですが、実際には体の部位を細かく見ることで判別を行うことができます。主な同定ポイントは以下のようなものとなります。1つ目に副併節の形状、後方から見た場合と横から見た場合。2つ目に頭部の腹毛。3つ目に体のサイズ、体長です。まず副併節を見ていきましょう。副併節とは胸部と腹部の間にある小さな部位で、この部分ですね。ここにある小さな部位が副併節になるんですけれども、この副併節の形状を確認していきます。副併節を後ろから見た場合の特徴を確認していきます。草アリの仲間の副併節を後ろから見た場合、このように上に向かって狭まっているような形状の場合、もしくはこのように上に向かって少し広がっているような場合、もしくはこのように上の部分の中央がへこんでいるような形の場合があります。これらの特徴を確認することで、ある程度種類を絞り込むことができます。次に副併節を横から見た場合の特徴の違いについて見ていきます。副併節を横から見た場合、このようにアルファベットの U の字を逆にしたような逆 U 字型の形状、もしくはこのように逆 V 字型の形状などがあります。これらを確認することで、さらに種類を絞っていくことができます。次に頭部の腹毛についての特徴です。草アリの仲間の頭部には腹毛が生えています。腹毛の密度は種類によって異なり、腹毛の密度が密であるか粗であるかを確認することも同定の際の判断材料の一つとなります。最後に体長についてです。草アリの仲間はどれも同じようなサイズをしていますが、種類によりわずかに小さなもの、大きなものなどが存在します。体長を確認しておくことも同定の際の判断材料を増やすことになります。これで情報は出揃いました。目標は草アリを見分けること。必要なものはズバリ観察経験。さあフィールドへ草アリ探しに出かけましょう。フィールドへやってきました。探索コースを進みながら、出会った草アリのコロニーを一つずつ観察し、ワーカーの特徴をチェックしていきましょう。
かがだったでしょうか。フィールドを歩き回り見つけた草アリのコロニーは7つ、その中の1つが黒草アリだった以外は全て平足草アリのコロニーとなりました。1つのフィールド内での探索だったため、たくさんコロニーを見つけても種類の偏りがあったのかもしれませんし、同定も正確ではなかったかもしれません。しかし、すべてのコロニーからサンプルを採集し、詳細に特徴を観察したことで満足感もありました。このような草アリ探索を続けて観察経験を積み重ねていけば、いずれ少しずつ他の草アリにも出会えることでしょう。見分けがつかない、だけど知りたい。今後も草アリ探索機構を続けていきたいと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。